はいどうもパルでございますと、はい、今回はですねこちらスクスタの方で秘密のパーティーガチャ、こちらの方が来ていたので引かせていただきたいと思いますと、はい、もうスクスタ始まってからね初の新規の有料追加ガチャということで引かせていただきますと、で今回追加されたのは有料で小鳥ちゃん、そして S レアの方でようちゃんが追加されましたと。で僕自身ですね推し側ののんたん、花丸ちゃん、かなたちゃんのこの3人なんで、まあ、今回のね、その新規ガチャでね、その推しが追加されたわけではないんですけど、スクスタのね、まあ、ちょっとスクスタ自体まだちょっとリリースされたばっかりっていうことで、キャラ揃えていきたいんですよね、本当に少しでも多く。うん。やっぱりなんかこう、属性がね、そのスクエスト違ってやっぱり多くなってたりとか、あとは、なんかガードとかボルテージとか、そんな感じで結構タイプみたいなのもね、分かれてて、やっぱちょっとキャラね、増やしていかないと、結構ね、ライブがきつくなってきたと言いますか。ほんと5章あたりからね、S ランクで、ちょっとね、なんかボルテージ獲得できなくなってきちゃったんですよね。なんでまあちょっと、それなりにね、その、まあ、なんかこう、キャラ揃えていったりとかしたいということでね、今回こちら引かせていただきたいと思いますと、まあこちら今回、30連ですね。うん、まあちょっとラブカスターの1500個使って30連やらせていただきたいと思いますと、プラス、あとこちらですね、100万ダウンロード記念、めっちゃ早いっすよね。めちゃくちゃ早かったんですけど、100万ダウンロード記念の方でね、いただいた有料確定チケットガチャ、こちらの方もね、最後に引かせていただきたいと思っておりますのでね、最後まで楽しんでいただけるとありがたいですと。で、まあ、今回のガチャなんですけど、詳しくはって。めっちゃ鉛入ったけど、今。詳しくは、はい、詳しくはこちらということで、ちょっと見ていきましょうか。はい、いいですね。もう、小鳥ちゃん可愛いし、ようちゃんもいいです。もう、君ここ衣装いいですよね。3ヶ月かけてね、君ここ衣装と、あと、スノハレの衣装もね、結構 S ライで追加されていくっていうね、お知らせが出てたんで、いや、それも後々めちゃくちゃ楽しみですよね。うん、ね、まあ、とりあえずこのね、まあ、小鳥ちゃんとね、ようちゃんを当てていきたいっていうのと、あと、確率を見ていきますと、まあ、いつも通り普通のね、こっちの大きい方の確率はまあ、同じなんですけど、新規で追加された、まあ、小鳥ちゃん、こちらがまあ、普通の、まあ、他の有料と違って 0.5% ってなってて、まあ、2倍の確率になってるわけなんですよね。うん。で、こちらの S レアの方のようちゃんっていうのが、まあ、他が 0.333% に比べて、まあ、1% になってるということで、約3倍ですね。うん、なるほど。まあ、ようちゃんは結構当てやすくなってるっていう感じですね。まあ、なんだろう、S レアはまあ、一応その有料と比べてね、数も多いからっていうのもあると思うんですけど、まあ、この小鳥ちゃんを狙いつつ、あと僕自身ね、この花丸ちゃんと、はい、こちらですね。ノンタンもね、まだ有レア持っていないっていうのと、あと S レアの方でね、かなたちゃん当てたいんですよね。この子めっちゃ可愛いっすよね、本当に。かなたちゃんも当てたいんで、この辺を狙いつつ、まあ、30連だけ引かせていただきたいと思いますと。序盤とはいえね、結構ラブカスター集めるのもなかなか大変なんでね、まあ、この30連でね、どれだけ当たってくれるかっていうところですね。さあ、まずは10連目ですね。引かせていただきましょうか。OK!さあさあさあ、めちゃくちゃ楽しみすぎる。やっぱガチャする瞬間って本当に楽しいよね。僕大好きなんですよ。さあ、行きましょうか。それは確定なのは分かってるんで。さあさあ、昇格演出見れるでしょうか。さあ、誰が来てくれるか。いきなり陽ちゃん当たってくれても全然大丈夫ですよ。うん。さあさあさあ、光はどうだ。まあ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 。とりあえず、来てくれました。しずくちゃんですね。いや、もうしずくちゃんも可愛いよね。めちゃくちゃ好きすぎる。この表現力豊かなところとかも最高ですよね。はい。スライムしずくちゃんが来てくれて、こっからも格、まあ、昇格演出ってあるんですよかね。はい。かすみちゃんですね。かすみちゃんも来てくれました。かすみん、ありがとうございます。そしてからの、よしと、はい、あゆむちゃんですね。あゆむちゃんも来てくれましたと、からの、よいしょと、はい、リコちゃん、レアのリコちゃんですね、制服姿のリコちゃん来てくれて、よいしょと、はい、マリさんですね、練習着姿のマリさん、いいですね、動きやすそうな、このスタイルめちゃくちゃ好きです。そして、よしと、はい、ノンタンですね、かわいいわ。ほんと、レアでも大好きすぎる、マジで、ほんとかわいいノンタン、ありがとうございます。そして、はい、エマちゃんですね。エマちゃんもいいよね。かよちんとのね、大食い対決みたいなのあったんですけど、それがもうほんと可愛くて、可愛くてめっちゃ好きです。はい、エリチですね。練習着姿のエリチということで、これはまあ持ってたんで上限解放ですね。そして、上限突破感。はい、せつなちゃんも来てくれました。と、ありがとうございます。こっからの昇格ってないんですかね。はい、来てくれました。よしこちゃん。ヨハネちゃんですね。練習着姿のヨハネちゃん、やっぱり可愛いということで。うん、まあまあ、光のところでさ、ねえ、昇格みたいなのがなかったら、ここではないんですかね。どうなんだろう、羽がこう、キラキラって光って昇格するっていうの、あったかな、どうなんだろう。ちゃんと調べてから弾ければよかったな。まあ、とりあえず次、20連目、行かせていただきましょうか。OK!
まあまあ最初はこんなもんということでね、さあ確定に尽きてくれるか。はい、ありがとうございますありがとうございます。やっぱこう 5% だとさ、かなりこう期待があるというか、本当にありがたいっすよね5% 様々ということで、さあ誰が来てくれるか、来い、お願いします。さあ小鳥ちゃん、もちろん推しであるねのんた花丸ちゃん来てくれても全然いいですよということでね、さあさあさあ誰が来てくれるか、もう2枚3枚全然来ちゃっていいっすよ人間の欲望になんかね、そのおー来てくれた、ありがとうございますOK、 ユーリア2枚、いいですね、めちゃくちゃ好きすぎる。はい、そしてはい、せつなちゃん、この子持ってたんで、そうですね、上限、まあ限界突破できましたと、ありがとうございます。からのはい、リコちゃんですね、練習着姿のリコちゃん、ありがとうございます。そしてこれがユーリア、おお、まさかの小鳥ちゃん待って、俺この小鳥ちゃん当てるの3回目なんだけどこの小鳥ちゃんに愛されすぎてるまさかの上限突破2回目できるっていうねはい、ユーラの小鳥ちゃん、ありがとうございましたお、かなとちゃん来てくれました。練習かなとちゃん可愛すぎんだよな、本当に。のんたんとの対決もマジで最高でした、ありがとうございます。そしてはい、来てくれましたヨハネちゃんですね、練習着姿のヨハネちゃん。そしてはい、これユーラ、はい、ほのか、ありがとう、かわいいいや、いいよ、このパンダさんのぬいぐるみ持ってるほのか、かわいすぎでしょ、本当に。あ、それもう一つ自分のためのですか、ありがとうございます、ありがたくいただきますよ、かわいすぎるいやいや、こう動物園帰りみたいな感じなのかな、ほのか今のかわいかったなはい、愛さんですね、練習着姿の愛さん来てくれて、いやいいわ、本当にユーリア2枚マジありがたすぎますねはい、かなたちゃん来てくれて、よいしょと、はい、あゆむちゃんですね、あゆむちゃんも来てくれましたと。そしてかわいいのんたん、かわいい、本当に制服姿のこの表情最高です、のんたん来てくれましたいやいやいや、来てくれたの、ユーリアまさかのね2枚ということで小鳥ちゃんの上限、ま、限界突破が限界突破が進むこと進むこともうこちらね、すでに今覚醒させているんですけど、はい、小鳥ちゃんですね、来てくれました。本当かわいいよね、このポリス姿でいいのかな、この小鳥ちゃんめちゃくちゃかわいくて、はい、しかもさらにね、こちらですね、もう本当にことほの、ありがとうございますはい、ほのかちゃんかわいいまあさっきも言ったんですけど、動物園帰りみたいな感じでいいんですかね、もう本当にもうパンダさん持ってるほのかかわいすぎでしょただでさえほのかかわいいのにね、そのかわいさがさらにこのパンダさんによってね、グイングイン上がってるということでねはい、ありがとうございます。まあまあ、もうとりあえずこれ結構満足さん、満足さんってなんだ満足さはありますねはい、じゃあとりあえず今回のね、まあ、最後の10連ということで聞かせていただきましょう。 OK、 いやいいね、やっぱ 5% って結構当たるもんすね、本当に。まあとりあえず確定はないけど、行きましょうか。さあこっからね、昇格っていうのも全然ありますからね。さあ当たってくれるでしょうか。かなたちゃんの S レアもやっぱり欲しいですね。さあさあ、スポットライトは、お、 S レア、お、 S レア3枚、ありがとうございます。もうこれだけでも本当に十分だからね。さあさあ、ここからどうなっていくか。よいしょと、はい、愛さんですね、この子持ってるんでね、もちろん、まあ、限界突破できましたと、ありがとうございます。愛さん来てくれて、あ、ようちゃん、ありがとうございます。神経すらのようちゃんですね、来てくれましたと。ほんと焼きそばいただきたいわ、その焼きそばめっちゃかわいい、この下ペロッと出してるのめっちゃ可愛いしね。そしてはい、のんたん、ありがとうございます。まあ限界突破これ2回目ですね、もうどんどん限界突破しちゃって、もうマックスまでいっちゃっていいですからね。はい、のんたん、ありがとうございます。そしてこっからですね、こっからの昇格って本当にどうなんだろう、あるのかな。はい、りなちゃんですね、りなちゃん来てくれて、よしと、はい、チカチー制服姿のチカチーからの、よしと、はい、ようちゃんですね、練習着姿のようちゃん来てくれましたと。よしと、はい、りなちゃんですね、もう早速限界突破、ありがとうございます。もうりなちゃんモードのね、このペラッとめくってみたいですね、どんな素顔しているのかやっぱり見たいということでね。はい、愛さんですね、制服姿の愛さん、もう本当愛さんと友達になりてえわからの、はい、愛さんですね、練習着姿の愛さん、ありがとうございます。りんちゃんとの勝負もめちゃくちゃ良かったですもんね。はい、チカチーですね、制服姿のチカチーからの、あー、ここで終わりか、なるほどね。まあまあまあ、30連でユーリア2人出てきてくれたから、まあそれだけでも十分じゃ十分ですよね。しかもね、はい、こちらですね、ようちゃん、新規のようちゃんも来てくれたということでね、かわいいわほんとも料理してる姿が、いや、もうエプロン姿というか、もうこの、もう嫁いや、これ言ったら俺、ようちゃんファンに殺されるな
まあまあ本当にね、陽ちゃんが可愛いということで、こっからさらにあれだもんね、覚醒したらね、まあ君ここの衣装になるということで、それもめちゃくちゃ楽しみですよね。もう頑張って、頑張って育てていきますよ。はい、とりあえずまあガチャ結果こんな感じでしたが、まあ、幽霊のね小鳥ちゃんとかね、まあその推しの、まあ、のんたんと花丸ちゃん当たんなかったんですけど、いやそれにしてもね、まあ、小鳥ちゃんのまあ限界突破が進んで、さらにほのかちゃんも当てられたということで、まあ、ガチャの結果としては本当に十分なんじゃないでしょうかね。うん、でそしてはい、お楽しみ、お待ちかねのこの時間でございます。はい、幽霊確定チケットガチャ、ここでね、まあ、のんたん花丸ちゃん当てればね、もうそれだけで十分ということで、これってどうなんだろう、さすがに新規追加されたやつは出てこないかな。18種類、そうですね、まあ18種類なんで、まあ、今回の花このね、まあ、小鳥ちゃんを含めないでの、まあ、ユーリア18種類、これ誰が当たるかってところですね。さあ行かせていただきましょうか。 OK、 さあさあさあ来ちゃっていいっすよ、のんたん花丸ちゃん来い。ここで小鳥ちゃん来たらマジで笑うよな。さあさあさあ誰だ、ユーリア。いやいいわ、本当にこの演出何度見ても好き。さあさあさあここから昇格して、あなたと私だけの秘密ですわよ。はい、ダイヤ様ありがとうございます。かわいい。いやこのさ、置物姿のダイヤさんめちゃくちゃ好きだし、今のサインの出方もめっちゃ好きだわ。いやこの表情のダイヤ様いいな。この表情にさ、この服装のダイヤ様とかもう完璧だもん。もう完璧すぎますもん、このダイヤ様。はい、来てくれましたと。やーべー、かわいいわ。ほんとになんかこのね、ほんとにもうほんと動画内でね、僕も再三言ってることなんですけど、こういうね和服みたいな感じでめっちゃ好きなんですよね。着物とか、まあ浴衣とかね、ほんと振袖とかその辺とかめちゃくちゃ大好きでさ、それを着たねダイヤ様、しかもこうキリッとした表情じゃなくて、このね、この表情のダイヤ様だからこそっていうのもあるもんね。かわいすぎる。はいはい、もう持ってないねダイヤ様来てくれましたと、ありがとうございます。オッケーオッケー。もう十分すぎる結果よこれ。30連引いても有料のチケットで、さらに持ってないダイヤ様も当たったということでね、もう申し分ないです。ありがとうございました。はい、そんなわけでね、今回のガチャ動画いかがだったでしょうか。まあ今回はね、まあちょっと僕今結構リリースしたてだからね、こうラブカスターをねいっぱいもらえたんで、まあたまたまねラブカスターの数に余裕があったから、まあ新規ガチャ引かせていただいたんですけど、やっぱちょっと今後はね、その新規ガチャ出るたびにね、この毎回引いていくっていうのはさすがにちょっとまあ厳しいと思うんですよ、無課金にとっては。まあなんで次引く時にはね、多分こう推しがね、まあ S ラーとか U ラーで追加されたタイミングあたりかな、まあその辺のタイミングでねラブカスターがあればね引いていきたいと思っておりますのでね、今後もねそのガチャ動画楽しみにしていただけるとありがたい、ありがたい。